ごきげんよう。起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年6月19日月曜です。今日は六角さんの大往生を行ってみたいと思います。これのですね、4の仲間という大きなテーマの中の一つです。1994年、二人の三回忌である。八大さんは亡くなってから初孫が生まれた。彼は孫のためにこんにちは赤ちゃんを歌うことができなかった。1993年の師走、たくさんの遺作となったミュージカル船長が上演された。同じ時期にたくさんが敬愛していた淡谷のり子さんが歌えなくなった。軽い脳軟化症で一時的に歌詞が出てこなくなってしまったのである。淡谷さんから、もう一度再起したい。それは A さんとの約束だから、と言われた。淡谷さんには、歌いながら死ぬという夢があり、それを実現させる会を私がやっていたからだ。その事情がわかるシンポジウムの記録があるので、再録する。第一生命健康保険組合。元気。1992年、新春号。1991年の秋、朝日ホールで、楽しい生き方、正しい死に方というタイトルで開かれたこのシンポジウムは、爆笑の中で死が語られるという珍しいシンポジウムになった。そのシンポジウムに出演される方を紹介します。楽しい生き方、正しい死に方、淡谷のり子、三遊亭円歌、無着逝去、山崎明郎、北山修、司会家六助という公演面々ですごいですね。A さん、今日は淡谷のり子さんをメインゲストにお迎えして、今なお現役で歌い続け、生きている限り歌うという淡谷さんの生き方の中に、長寿社会の老後の暮らしを重ね合わせてシンポジウムを進めたいと思います。淡谷さんは素敵な夢を2つ持っていらっしゃいます。一つは演歌歌手を束にして火をつけること。日本を丸くしたのは演歌だと思って、演歌だと怒っていらっしゃる。もう一つは最後まで歌っていたいということ。これが今日のテーマです。この後ずっと あるんですが、ちょっと長いのでここは割愛していきなり最後の方に行きたいと思います。このシンポジウムは淡谷さんの歌で締めくくられた。そして1994年の春、淡谷さんはリハビリテーションに励んでいらっしゃる。もう一度基礎のレッスンからやり直します。レッスンができない歌手は歌手ではありません。淡谷さんの体調は、服部良一さん、藤山一郎さんという大親友を続けて失ったことから来るというのが主治医の言葉。同世代の親友という意味では、僕にとっての中村八大さん、泉拓さんと同じだが、淡谷さんの場合は50年以上も歌謡界を支えてきた同志である。独身の淡谷さんにはさらに辛いことだったと思う。友人が減っていくというのは家族を失う痛みとはまた別のものである。やりちえみさん、みそりひばりさんを失った雪村いずみさんの落ち込み方も覚えている。相棒を失った漫才が再起できないのも同じことである。夫婦もこれに似ている。元は他人、つまりコンビで考えればいい。しかし親子となるとちょっと違う。それも父と母とでは微妙に違う。父の死を諦められるけど、母の死を諦めるわけにはいかない。母が死ぬなんて許せないといった友人もいる。私たちは自分の死の前に多くの家族、友人の死に立ち会う。死者、老いず、生者、老いゆく恨みから。菊池寛のこの句はこのことを言うのだろう。家で生まれ、家で死ぬ。生死が家庭の中にあった時代は終わった。死の立ち会い方も変わってきた。しかし、集中治療室の中で医者や医療器具に囲まれて死ぬという形も疑問視されてきている。はあ、もう大往生ももう少しで最終回を迎えますが、チャンネル登録のお願いを。最終回はまだまだまだ先です。ありません。よろしく。